E.W. ケンブルとして知られるエドワード・ウィンザー・ケンブルはアメリカ合衆国のイラストレーター、風刺画家である。マーク・トウェインの小説、ハックルベリー・フィンの冒険の初版の挿絵を描いたことや、雑誌、ハーパーズ・マガジンなどに政治風刺漫画を描いたことで知られる。カリフォルニア州のサクラメントで生まれた。1875年にフィラデルフィアの寄宿学校に入学した。 当時のフィラデルフィアはアメリカにおける美術の中心の場所の一つであった。美術の才能を示し、1881年までには定期観光物のイラストレーションを描くようになり、ニューヨークの新聞、ニューヨークデイリーグラフィックの主要な政治漫画家になり、ニューヨークではアートスチューデンツリーグで学んだ。これがケンブルの受けた唯一の専門的な美術教育であった。雑誌、 ライフが1883年に創刊され、その初期の号に、ケンブルは多くの写真を描いた。1903年から1907年は雑誌、コリアーズ・ウィークリーで働き、1907から1912年の間は、ハーパーズ・マガジンで働き、その後も、コリアーズ・ウィークリー、レズリー・ウィークリー、ジャッジなどに写真を描いた。ケンブルの雑誌の写真を、 作家、マーク・トウェインが注目し、ハックルベリー・フィンの冒険の挿絵画家として採用した。その後も、トウェインの小説、パドン・ヘッド・ウィルソンや、ハリエット・ビー・チャース等のアンクル・トムの小屋などの有名な書籍の挿絵を描いた。ニューヨーク州のニューロシェルの郊外で暮らし、コネチカット州のフェアフィールド郡のリッチフィールドで72歳で、亡くなった。ありがとうございます。